皆さんこんにちは。 SEO コンサルタント4ユーザーズ代表の井端です。本日は Google ディスカバーについて解説したいと思います。皆さん Google ディスカバーって多分知らない人もいると思うんですけれども、 Google のサービスってまあいろいろあるんですけど、まあ、YouTube とかありますけどね、まあ、ちょっと置いといて、まあ、Google のサービスって今も Google っていうことがあるように検索エンジンですよね。 Google ディスカバーってサービスもあって、それ何かっていうと、実は検索して情報が出てくるんじゃなくて、 Google が情報を出すっていうものが、スマホとかでも Google のとこポチッと押すと、 Google があなたにおすすめ、要するにリコメンドしてくるんですよ。あなたはシュノーケリングが好きだからこのシュノーケリングのニュース、あなたは EC サイトのことが好きだからこの EC サイトのニュース、まあ、要は自分のユーザーの、普段のウェブ行動データを見て一人一人におすすめのニュースを出しているところがあるんですよ。で、ほとんどの人は見てないと思います。でもそれ Google がそのコンテンツを一人一人にスマホとかでおすすめするっていう機能があって、それが Google ディスカバーっていうんですけれども、実はですね、この Google ディスカバーって誰がどんな記事でも表示されるわけじゃないですよ。例えば大規模のブログとか大手のブログだからってこの Google ディスカバーに表示されるわけではないんですね。 Google ディスカバーの規約かな、ちょっと読んでみたら、やっぱ質の高い記事を書いてることとかっていうのがすごく上限になってきたり、あるいはそれに対する専門家愛好家であることってことが条件っていうか、それが必要であるってことが記載されてたんですね。そしてこの Google ディスカバーに最近気づいたんですよ。俺の持ってるブログ Google ディスカバーって表示されてたじゃんってことに気づいたんですよ。照明消してくれますか。これ私の Google サーチコンソールの画面で、私の持ってる東京シュノーケリングブログっていうのを見ていました。そうするとですね、東京シュノーケリングブログで、これ最初にサマリーで、どれくらいアクセス数の推移があるか、今ちょっと冬なんで僕のブログアクセス数あんまりないんですけれども、夏結構あるんですけどね。で見るとなんとですね、普通の人がこの Google サーチコンソール見た時にここの検索結果っていうところしかないんですよ。なんですが私この前気づいたんですよ。あれなんだこれ、ディスカバーって書いてあるんですよ。普通の人はこの画面これしかないのに、私ディスカバーもあったんですよ。そして少ないんですけれども、なんとですね、この Google ディスカバーで私の記事が表示されてたんですね。ちょっとクリックしてみましょうか。 Google ディスカバー見るとそんな多くはないんですけれども、これだいたい2ヶ月くらいですかね、2ヶ月くらいの合計が386クリックあって、これ検索結果じゃないですよ。 Google がそのスマホとかの Google のアプリに私の記事を、海が好きな人とか多分シュノーケリング好きな人のスマホでこう表示してクリックした人が386人いて、そしてこれがちょっと見えますかね、ちょっと私外れますけど、こんなにアクセス数があったんですね。主に11月とかこれだけアクセス数あったんですね。でこれどの記事がと思ってこの下を見てみると、アムロ島、沖縄の離島にアムロ島っていうすごい秘境があるんですよ。それのがディスカバリーで表示されてたんですね。多分察するに冬とかシュノーケリングしに沖縄に行った人が検索しますよね、スマートフォンで。アムロ島どうやって行くの、アムロ島どこにあるのとか、アムロ島船どうやって乗るのとか、そうやって検索してる人にボコって僕のアムロ島について書いた記事が表示されたんですよ。これが Google ディスカバーなんですけど、この表示された記事がこれです。これが私の趣味で書いてるブログですね。でこういう風に、アムロ島綺麗ですよね、めっちゃ綺麗ですよ。皆さんもね、SEO のチャンネルですけど、アムロ島めっちゃ綺麗なんで、ぜひ行ってみたらなっていう、すごい秘境ですし、こういった記事が Google ディスカバーでポンって表示されたんですね。でここで気になるのが、実は Google ディスカバーで評価されてるっていうのは Google が評価してるブログってことなんですよ。だから Google が評価してるっていうと SEO やっぱ強いに決まってますよね。で皆さんの記事もこういうふうに Google ディスカバーで取り上げられたくないですか。取り上げられるイコール Google から価値が認められてるっていうことです。じゃあどうやって Google ディスカバーに表示させるかっていうことになるっていうと、この私のブログがなんで取り上げられたかっていうと、これ全部自分で撮った写真です。僕がシュノーケリングの愛好家として実際に取材して写真を撮って、そしてそこで読者が気になりそうな、アムロ島で気になりそうなことっていうのを事細やかに場所とか実際僕がアムロ島に行った体験記とか全てを事細かく書いてるんですね。こういった質の高いブログっていうのは
Google に評価されるんですよ。あ、もう証明つけてもらっていいです。ですから Google ディスカバーに掲載されるって、まあぶっちゃけアクセス数はそんな多くないと思いますよ。だけど Google から評価されてるってやっぱ SEO にも関係あるし、それだったら皆さんのブログも Google に評価された方がいいに決まってる。じゃあどうやって Google ディスカバーに掲載されるような質の高いブログ記事を書くか、それはやっぱり取材につきます、体験談につきます。もちろんね、企業がやる場合は別の方法もあるんですけれども、個人で質の高い記事を書くとなったら徹底的に体験談、取材を行う、写真を撮る、体験してみる、そしてユーザーが気になるようなことを書く、そういって素晴らしい価値を創出する、そういったことが Google も認知できて、 Google ディスカバーで検索エンジン以外の仕組みでも僕の記事をピックアップしてくれるようになるんですね。そして僕のブログが質が高いと Google も認めてくれた。これ企業のブログじゃないですよ、僕の個人のブログです。なのでドメインってここまで強くすることができるんですよ。ですから皆さんもあまり SEO 対策とかページランクとかドメインランクとかそんなものは気にしないでいいです。ユーザーのことを考えて取材する、体験する、そしてそこで感じたことを書く、それが価値となって世の中の人に役に立つ、これが価値の創出なので、 Google ディスカバーに表示されるような愛好家としての価値、専門家としての価値、そういった記事ブログを作ってみませんか。皆さんならできるはずです。そしてまだそこまでテクニックがいってないっていう方は、私のチャンネルを登録して私の考え方とかライティングのテクニックを盗んでいただければなと思うので、毎週土曜日と水曜日夜9時から私のチャンネルでこういった比較的短めの動画を公開しているので、ぜひチャンネル登録をしてですね、そしてこの動画がいいなと思ったら高評価を押してくれればなと思います。本日は Google ディスカバーについて解説しました。もしね、いやその考え方違うよとか、もっと話聞きたいという人は何かあればコメントいただければなと思います。本日はどうもありがとうございました。